海と日本。日本財団が進める海と日本プロジェクト。この番組ではプロジェクトに賛同し、海を未来へ引き継ぐため宮崎の海の魅力を発信しています。イオンモール宮崎1階レストラン街にあります和食洋食レストラン食いしん坊にやってきました。こちらのお店では海と日本プロジェクト in 宮崎とのコラボメニューがいただけるということで、早速入ってみたいと思います。宮崎の郷土料理チキン南蛮や牛カツ、ハンバーグなどの洋食や麺類、季節に応じたメニューがいただける和食洋食レストラン食いしん坊。海と日本プロジェクト推進パートナーとして海を未来へ引き継ぐ活動を盛り上げています。3月1日から31日までの1ヶ月間、食いしん坊と海と日本プロジェクト in 宮崎コラボマンスリーを開催。近年魚離れが進んでいる中で、多くの人に魚料理を食べていただき、魚食文化を見直すきっかけになるようコラボメニューが作られました。こちらにコラボメニューをご用意いただきました。宮崎ブリ、カンパチ、タイの漬け丼です。3種類の魚がたっぷり乗っていて豪華ですね。店長の井村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井村さん、こちらの丼はどういった丼になっているんですか？はい、こちらは宮崎産の新鮮なヘベスブリとカンパチ、タイを使用して醤油に漬け込んだ丼となっています。温泉卵を乗せておりますので、味がまろやかになって美味しく召し上がっていただけると思います。ではいただきます。脂が乗っていて漬け加減も絶妙で美味しいですね。食いしん坊では今回4種類のコラボメニューを開発。宮崎どれヘベスブリ大根定食は、丁寧に煮付けされたヘベスブリに宮崎県産のしらすご飯、お刺身がついたお得なメニュー。そしてヘベスブリの天ぷらに野菜、きのこが入ったあんをかけたヘベスブリ和風あんかけ定食。お子様向けには宮崎県産の魚を使った手まり寿司がいただけるお魚食べようキッズプレート。今回のコラボメニューを食べていただいて、魚料理を好きになってくれたらなと思っています。和食洋食レストラン食いしん坊とのコラボメニュー、海の恵みに感謝しながらぜひ味わってみてください。海と日本。最後までご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクト in 宮崎の SNS、 そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。